アロマカフェは日本の競争場である。主な勝倉はラジオ日経賞。名前の由来は香り冠名。七万八巻カフェとは調教師が同じである。デビュー戦は12月20日、中山芝1600メートルの新馬戦。前目につけるも4着だった。1月11日の中山の未勝利戦は追い込むも4着。 2月7日の中京の未勝利戦は2着赤敗した。そして2月27日の中山の未勝利戦は、不良馬場の中、初勝利を挙げた。重賞初出走のスプリングステークスは6着だった。続いて4月17日の山東賞に出走し、初勝利と同じ不良馬場で2勝目を挙げた。その後は、 ダービートライアルの青葉賞に出走し、12番人気で4着だった。そして、ラジオ日経賞は2着のクオークスターに首差先着して、重賞初勝利となった。この後夏場休養に入り、セントライト記念は3着に入り菊花賞の優先出走権を得た。10月24日の菊花賞では、中段追走も直線で伸びず11着。休養を挟み、 4歳初戦は2月27日の中山記念に出走したが8着に終わった。その後5月8日の新潟大賞典では3番、人気だったが12着、6月12日のエプソムカップでは先行するものの11着と惨敗。準オープンに降格となり7月23日の日本海ステークスでは中段追走も直線で伸びず4着、ポプラステークスでは 高位追走も6着と赤配した。開示ステークスでは2着と逃げ粘った。ノベンバーステークスでは、中段追走も、直線で伸びず5着。東京エルカムプレミアムと、中山ウィンタープレミアムでは共に3着だった。2月19日のアメジストステークスでは、トランスワープの逃げについていったが、直線で失速し11着。 3月3日のスピカステークスと3月25日の名古屋城ステークスでは共に6着、紫賞では中段追走も直線伸びず11着、ジュンステークスは6着、新潟日法賞は7着と赤杯が続いた。そして迎えた9月22日の長月 S にてダート戦に初挑戦。前方につけ、レースを進めたが直線での伸びなく15着と惨敗した。 その後も勝ちきれないレースが続きこの年を終える。2月のアメジストステークスは2着、3月のスピカステークスは3着と、構想するもまたもや勝ちきれないレースが続いたが11月のウェルカムステークスで久々の勝利を挙げた。2014年以降は勝ち星に恵まれず、2016年12月のリゲルステークス7着を最後に現役を引退した。引退後は、 優ンスタリオンステーションで種ボバとなる。以下の内容は、netkeiba.com 及びアビスサーチに基づく。2017年に優ンスタリオンステーションで種ボバ入り。2018年産7頭、2019年産3頭の、わずかに世代10頭の産区を残して2019年に死亡した。 2020年10月13日、川崎競馬第1、R でお嬢春花が3区の初勝利を挙げると、2021年2月28日、中山競馬第 4R でカフェアブニールが、JRA 初勝利を挙げた。祖母の半姉に、大家商場のブロケードがいる。またブロケードの孫にグランシャリオカップカチーマの、毎シーズンがいる。ありがとうございます。